Gmail を使っている方、そもそもこの Gmail でフォルダに分けることができるのかっていうところですね。そこについて、実は Gmail にはラベルっていう名前でね、イコールもフォルダみたいな扱いで同じ機能が用意されております。まずラベルに関しては、必ずサファリとかね、 Google とかウェブサイト版ですね、 Gmail の画面を開いておくということがまず前提です。このラベルっていうところにね、プラスのマークがあるので、ここを押すだけで、新しいラベルをね、作成することができます。で、新しいラベルの名前を入力したら作成というボタンを押すと追加されました。ラベルにメールを振り分ける際にはですね、その特定のメールに対してまずは点点点のマークを押します。押したらメールの自動振り分け設定を押します。そして出てきたこのメニューのフィルターを作成というところを押す。まずね、受信トレイをスキップっていうところにチェックを入れておいて、次にラベルをつけるにチェックを入れて、ラベルを選択というところをタップすることで、先ほど自分で作成したラベルの名前が表示されているので、これを選択と。ここだけで今設定しておいたメールアドレスから来る新着のメールに関しては、ここのね、ラベルにどんどん振り分けられていくんですけども、4件の一致するスレッドにもフィルターを適用するってところですね。一番下のところにチェックを入れてフィルターを作成と。こうするだけで、もうこのラベルのところをタップすると、自分が指定したメールアドレスから届くメールっていうのを振り分けてね、ここだけにフォルダ分けすることができたと。こういうふうにね、作成して振り分けることをお勧めしてます。